やっと会えたね。意識はしっかりしている。あなたはこれから不死の存在レブナントとして目覚めの時を迎える。レブナントとして生きるために知っておいてほしいことがあるの。よく聞いて。レブナントはその血にブラッドコードという特別な力を宿すの。どんな力のブラッドコードが自分に宿っているのか、実際に試して確認してみて。そのブラッドコードはファイターと呼ばれるものね。戦闘に有利なブラッドコードよ。ブラッドコードの持つ一つ一つの力は連結と呼ばれているの。ファイターは耐久力が恒久的に上昇する連結を持っているわ。他には一時的に攻撃力を増加させる連結もあるみたい。この連結を使ってみましょうか。それじゃあ使ってみて。上出来ね。連結は事前に準備しておかないと効果を発揮しないから気をつけてね。大事なこと言い忘れてた。自我を失い化け物になり果ててしまったレブナント、ロストの血が。その武器でロストを攻撃すれば敵の明血を吸収することができるから覚えておいてね。これがファイター、そして連結についての基礎知識。それぞれの特性を見極めることが重要なの。お疲れ様。本来ブラッドコードは一人の一つだけど、あなたは違う。あなたがもともと持っていたブラッドコードはすでに壊れ消失してしまった。だからこそあなたには無限の可能性がある。あなたはブラッドコードを切り替えることのできる特別な存在。ほら、心の奥底に目を向けてみて。そのブラッドコードはレンジャーと呼ばれるものね。あら、今のあなたにはその武器は重すぎるみたい。
レンジャーは器用さに優れていて、軽い武器での戦闘を得意とするの。武器を銃剣に持ち替えてみましょうか。そうね、その方がいいみたい。そうそう、銃撃には明血が必要なの。連結を使うことも考えると、どうしても明血不足になりがちよね。その時はあなたが装備している画装の出番よ。画装を使えばロストから一気に吸血することができるの。さらに明血を保持しておける最大量まで伸ばすことができるから、敵から吸血できるチャンスは逃さないようにしてね。これがレンジャー、そして吸血についての基礎知識。もう一つのブラッドコードも試してみましょうか。さあ、心の奥底に目を向けてみて。そのブラッドコードはキャスターと呼ばれるものね。キャスターはおとぎ話に出てくる魔法使いのような能力を持っているの。連結を使うことで血を弾丸のように射出することができるわ。飲み込みが早いわ。ブラッドショットは威力よりも射程を優先した連結なの。そうね、他の連結を習得してみましょうか。宿り木に触れることで連結を習得することができるわ。探してみて。無事に習得できたみたいね。せっかくだから使ってみましょう。フロアは敵に大ダメージを与えられる強力な連結よ。その分消耗する明血の量も多いから、使うタイミングは間違えないようにしてね。それと装備する画装によって威力が変わったりもするの。使用する連結の特性、画装との相性、少し複雑だけど頭に入れておいてね。駆け足だったけど、分かってもらえたかな。あなたは自身のブラッドコードを失った特別な存在。特
だからこそ無限の可能性がある。ブラッドコードの切り替えだけじゃなく、新たなブラッドコードを取り込むこともできるはず。人の力を自分のものにする、これはあなたにしかできないこと。あなたにしかできないことがある。あなたの血でしか救えないことがある。